もの珍しいだろうが、当家は異国との付き合いもあるゆえ。いえ、失礼いたした。半蔵殿、こたびはどのような用件か。世は家康様のお力で天下太平、よもや今更調略に見えたわけでもあるまい。まことに今は太平の世でござる。それも伊達方が関ヶ原の戦いの最中に上杉を抑えた働きあってのこと。太平の礎に力添えくださった政宗殿にはお礼の言葉も見つかりませぬ。政宗殿、拙者奥州で綾香氏の動きありという噂を耳にいたした。これは異なことを。綾香氏など取るに足らぬ噂でござろう。重長殿、太平は守り続けることこそ肝要。どのような火種が天下に災いをもたらすやもしれませぬ。よかろう。綾香氏のことを耳にいたせばお主に知らせよう。かたじけない。ではこれにて。半蔵殿は異国の者と綾香氏を重複したと聞く。確か安人は死に申した。ほう、それは惜しいことをした。鬼を斬るという男、この目で見たかったものよ。Weren't you supposed to be dead? Oh, oh! わしがつく隙間もありそうじゃ。それ。今は太平の世、人々の信心がよみがえり、わしらに似たまもこの通りよみがえったのじゃ。では巡り巡る家、そう、この国に再び霊石を用いた戦乱が起ころうとしておるのだ。迫っておる。半蔵は奥州の言う伊達政宗が霊石を集めておると突き止め、その目的を追っておる最中に消息を絶ったのじゃ。安心よ、急ぎ奥州へ向かってくれ。新たまの気配も強い。気をつけるのじゃ。
半蔵の気配。今は遠いが、どうやらこの先におるようじゃ。ここ遠野は霊石の地。あやかしの力も増しておるはず。油断はならぬぞ。
影があるようにも見えたが、戦乱の起用を目前にして名誉なことになっておるようじゃの。
念の神木を祀る森を踏み荒らしよって。
この森の先に急がねばなるまい。
様、お気をつけくだされ。
あなたまがそこかしこに満ちておるわい。
天下を捕らえる機微今を置いて他になし。もとより手段など通ってはおれぬが、あやつは徳川の重臣、政宗様の下旨があるので殺してはならぬ。Yeah.
に力が漂っておる。アンディによ、気を抜くでないぞ。そうの伊達重さん、鬼となったこのわしを
しにでも引かず、ついには鬼と化し、政宗様の刃となる。いつまで人の心でいられようか。これも霊石を使った報い。もはや時は残されておらぬ。政宗様の天下のため黒羽ばきを率いて最後の戦へ向かわん。青葉城へ急いでくれ。わしはやるべきことが残っておる。